どうもお疲れ様です43週目は10月23日から10月の27日までなんですけどもこれをですねテクニカル的に解釈していこうと思いますまずは先週から引き続いて42週目から引き続いて150円の壁っていうのがね、えー、やっぱりこう横たわってるかなと思います えこの週足を見ていただくとお分かりのように前回介入が入ったところはここであり介入の影響があったところはこことここになってるんですよもうすでにねそういったところをかなりのフェーズで通り抜けてるわけなんですよねで一旦介入とされるものが入りましたあですんでやっぱりね介入はいつ入ってもおかしくないかなってところはありますけどもただですね短期的に上昇したここと比べて こちらではかなり時間がかかってるでしょ。同じ価格帯に行くまでに。やっぱり2倍から3倍ぐらい時間がかかってるんで、緩やかな円安方向もしくは円高方向への動きなら、まあ問題ないというふうに考えて、なるべくなら介入っていうのはね、あの、為替操作に当たる可能性がありますので、えー、やっぱ財務省もやりたくないわけですよ。日銀の方もね。えー、ということで、介入は起きずにこの42周目は来たわけですけども、43周目が介入が起きるとしたらね、 何らかのの材料化によよ。って150の壁を突破した時ですよそうなった時はかなりの警戒感が出てきますのでおそらく介入が入って押し戻されるんじゃないかなと思いますねその時にはかなりの価格が動くと思います少なくとも3円とか4円ぐらいの動きがあると思いますんでねこの辺りまで行くんじゃないかなというふうに思うんですようんまあ5円は動かないにしてもね4円とか動くんじゃないですかね うん、ですのでそれはやっぱり警戒しておかないといけないかなと思いますじゃあ具体的にどんな警戒をするかというと例えば148円ぐらいにセルの玉を仕込んんででおくんですよそうすると介入などの大きな動きがあったときにそのポイントでタイマーが働いて利益を 取っっててくれるってこ,とになりますこれは、まあ、裏技的なものなんで、テクニカルの講義の中ではね、あまりお伝えしたくないんですけども、まあ、そういうのがありますよってことですよね。えー、ちょっと厚めにロットを貼っておいても、まあ、割といいボーナスになるかなってことです。で、見ていただきたいのはそんなところじゃなくてね、あの、ボラティリティがちっちゃくなっていますよってことなんですよ。こういうところからだん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 ボラティリティがちっちゃくなっていって、しまいにはこんな感じになっちゃったわけでしょ。うん、そうなってくるとかなり、えー、このね、 為替相場ってのは緊張状態まあ緊張状態って言うとねすごく表現が曖昧なんですけども資金を入れたいけども入れられないっていうね、えー、投資家の目論みがここにあるってことです実際のドル円の貿易に関する交換っていうのはねあのー、そんなにたくさん起きてるわけじゃないんですよ、まあ、実はね実際のお金の流れの数十倍こういったトレーダーのね、えー、資金の 出たたりり入っっがあるってことなんで投資家がお金を投げなければ市場でのね流動性っていうのはほとんどなくなってくるんですよそういう意味で言うと今投資家さんが警戒してここに資金を入れないようになってきてね実体経済の動きを表してるのは表してるんですけどもじゃあ投資家のお金の流動性っていうのがそこに担保されてるかっていうとあんまりないっていうふうな表現になりますね言ってる意味わかりますかねこれね <laughs> 難しかったらあのまさにまのメールいただければ私がもっと細かく解説しますで、えー、まとめますと43週目っていうのはどんな展望があるかっていうと何らかの理由で150円をえ超えたら介入により一気に引き下げられる可能性がありますよそれがだから今週の木金に起きる起きるとしたら起きます月火水はほとんど動きがないと思いますはっきり言って42週目と同じような状況ですで 149円900あたりでずっと阻まれてるようでしたら下の方には向かわずにまさに膠着状態のまま43週目を終えるんじゃないかなと思いますねそれが1週間の展望ですよろしいですかね <laughs> はいそれでね月か水も見ていかなくちゃいけないんですけどもまあ月曜日ですね 今皆さんにお伝えしたいのは月曜日の相場解説はほとんどないと思いますんでこの動画を参考に23日月曜日やいろいろとね、えー、試作を練ってもらいたいんですけども日しを見るに、うん、やっぱりここに達してその後動かなくなっちゃってますよね、うん、だから長い間この丸の長い横長の丸の中に入ってますけども通常そんなことってないわけですよ うん、例えば横長の丸を書くとしたら上下のボラティリティがそこそこあるわけですよこういうふうにここはもうないですからね上下の幅がなければ私たちは利益の取りようがありませんからうんだから何ともしがたいってことですこれがもうちょっと続くかもねっていうのが43週目今週の23日24日25日ぐらいまでありえるんじゃないかなってことですねはいそれではねこれを23日月曜日にご覧いただいている方えっ、ー、とこの上下 20ピップスぐらいの間に全ての値動きがずっと収まってるわけですよ。うん。だから動きがどん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 なくなってきてるってことを再度再度申し上げたいと思います。で、1時間を見るともっとですよね。うん、1時間を見るともっとこの間にね、全部はさま収まっちゃってますからね。もっとして視野を広げると、この今ね、えっ、ー、と、塗りつぶししましょうか。はい、えっ、ー、と。黄色で薄くなぞりましたけども、 このの中にほとんどの寝動きって入っちゃってて入ちゃるでしょ上下20ピップスの間にですよ、うん、だからこれじゃあねトレードのしようがないですよこれだけ動きがないとしかもこの、あのー、上下20ピップスの値動きっていうのは仮にブレイクするとしたら上の方に材料があって突き上げられた時でもそうなったらなったで今度は介入が入りそうだなっていうところまではお話ししましたよね で、ここから材料で下に行ったとしても、その反発で、買いを取っていくことはできますけども、まあ、所詮その利食い程度なんですよ。苦しい戦いは今週も続くってことでございます。はい。えー、それではね、月火水は場合によっては、あの、肩の力抜いて、もうお休みされてもいいですよ。本当に1日1回か2回相場を見に来るぐらいでいいんじゃないですか。まあ、私は、発信者としての役目を果たしたいのと、自分の、 もうちょっと、ね、力をつけたいっていう意味で細かく見に行きますけどもまあでもねあんまり拾えることはないと思います特に、えー、含み液を取ろうなんてことはねなかなか難しいのが月曜日そして火水までなんじゃないかなと思いますねはいそれではありがとうございました